どうじゃあ今日は「n o n o g o ガールズシャープ4のプール完全版の感想を前回ね A チーム B チームについてね話してったんだけど今回 C チームということでまずあかりさんから。まあ、あかりさんはねもうクラシックバレエの世界コンクール入賞するぐらいねもうダンスめちゃくちゃ得意ででも今回のダンスには苦戦っていうやっぱジャンルやっぱ違うからかね。うーん でもさうちらが見た感じだとめっちゃ <laughs> ダンスやばいなって思ったけどうんそう、うん、でもやっぱ茶目屋さんが見ててもまだちょっとフィットしてないかなっていう、うん、あれがあったんかね、うん、もしかしたらでもだいぶ丁寧になってたけどっていうねねやっぱ自分と会話みたいなのがやっぱちょっと足りないみたいな感じだよねうんだからうまくやろうみたいなものが見えちゃってたんかなそ,のそういうこと気にしてないって言ってるじゃんその後にみんなそういうとこ気にすると思うけどう、ね、みたいな うん、うわでも自分とどう会話したかかそのさ自分と会話するのってさ大人になったら割と楽なんで、ね、んていうの解決方法わかるから、うん、でもこの時って自分と会話したとってみたいなとこあるっていうかさそうなんよねでもあかりさんはねやっぱりチームのみんなにも感謝しててなんかその時にさちょっと客席でさも,もかが映ってさちょっと泣いとる姿とかも見えてなんかチームの、うん やっぱチームはいい雰囲気だったんだろうなっていうなんか絆感じてすごいグッときたわまあ確かにやっぱここさ愛かさんと桃花がやっぱなんかいい雰囲気にしてそうな雰囲、ね、感じだったじゃんやっぱうんうんそうねなんかなんか絆感じるよねなんとなくう,うん、うん、そうなんで続いて直子さん直子さんは誰もが羨むね歌声の持ち主だけどやっぱちょっと一定でもやっぱその一定だったのが気になったっていう バってこっちに来るものもなかったし、どっちかというと、ナオコの中で完結しているもの、みたいな。でも今日そこから光が出てきた、みたいな。で、でも卵で言うとちょっと割れたぐらいだから、今度はやっぱ卵を割る課題としてっていう、そこを課題として与えられてたね。うん。もうナオコ教的にはもう結構もどかしいね、感じな結果っていうかね、うんうん、少しね。そう、もっと評価されてもいいかなって思ったけど。まあ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 、まあ、写真さんがおっしゃってることもやっぱりよくわかるし、 やっぱ、チャミナさんは技術はもちろんそうだけどっていう、なんか切り離して考えられるのすごいよね。なんか技術あんだけ良かったら、私なんかもう100個な子最高みたいな感じで撮っちゃうっていうかさ、うん。いや、わかるわかるわかる。かるかるうん、<laughs> そう。やっぱ、ナオ子いいじゃんみたいな感じになっちゃうんだけど、やっぱもっと見せれるでしょみたいな、なんか。うん。そうそうそう。すごい技術高い子でも、やっぱかなりいい要求してくるのがすごいチャミナさんらしいっていうかね。うん。うん え、でも、こんだけさ、めちゃくちゃ誰が見てもさ、いいってわかるから、特にほらね、やっぱ視聴者の方とかもすごい盛り上がってるから、ってことは、やっぱチャンミルさんも絶対わかってるはずで、けど、みたいな、多分そこ行って押し殺して、押し殺してっていうか、うん。なんかそういう感じもあるよね、絶対。そうだね。うん。そこわかってるっていう感じっていうかね。そうだよね。この段階で審査員がさ、な子最高じゃんとか言ったらさ、なんかちょっと引くよね。そうそう。逆ね。そう、逆にそう。 だから分かってるけど、多分もっと多分できるの知ってるし、見えるから、うんうん、なんか、しかもそれを見せてほしいから、まあちょっとあえて、うん,うん、うん、まあ厳しめっていうかね。うん、そっかそっか。まあしかしさ、ナオコ的にはやっぱさ、C チームすごい個性が強いメンバーの中でとかさ、<laughs> そう、ナオコめっちゃ強いと思うんけど、個人的には。うん、うん。でもそのね、ナオコって存在がどう伝わるのどう伝わるかとかさ、まあ不安そうなところ。 そう,なんかそういうのもやっぱ意外だなって思うじゃあ千ちゃんの時もすごい意外だなって思ったけどやっぱ奈緒子もね,ねうんこんなに実力あってうまくてでもやっぱ不安なんだっていうさう泣いちゃっててさ本当おっきいお目からもうさなんかもうねうんってなってるからそうそうだそうだなんか目頭になんかラインストーンみたいなキラキラついてるけどそ,う、うん、それじゃなくて涙も流しとるもんね涙かと思いきや<う>キラキラるそうキャバは、うん やっぱ自信はあるのに不安が多かったって。だから自信はあるけど不安が大きいってすごいね。やっぱそれもちょっとさ、なんか、なんかな、なんか悩みの理由深そう,そう。自信はあるけど不安なんだもん。自信は多分技術的な面で自信があるってことだよね、絶対。多分そういうことでしょ。<う>自分ならできるっていうところはあるんだけども、うん、自信あって不安が、不安ってどういう意味なんかね。<laughs> ちょっと、どういうことなんやろうって思ったわ。でもなんか今回のチームとか曲を通して、 楽しさを再確認できたとも言ってるからやっぱあチームでやるのっていいなとかさうん、うん、思ったのかなもしかしてと思ったらなんか今後に生かされそうっていうか今後もっと良くなるかもしれんね。楽しみで続いてももかさん。なんかチャミナさんがさ過去にトラウマもあったと思うしみたいな嫌なことがあったはずだけどやっとという表現をたくさん使ってたと思う桃佳がどういうことしたいかって。 まあここに参加してくれた時点であったじゃないみたいな。なんかさ、そもう、桃花のこと分かってくれてる発言みたいなので、もすでになんか泣きそうっていうか、うん、もうすごく良くて。ね、うん。わ、うん、かるわかる。でもやっぱりすごくステージもいいんだけど、もうちょっと感情の部分とか、なんか桃花が見てきたもの、光景とか人生、なんかもうちょっとだけ見たい。 それがパフォーマンスに現れてくれたらいいっていうさ。桃子は多分上手いし表現上手なんだけど、うん、多分も,もっとパーソナルな部分っていうか、桃子はどういう人なんだっていうのが多分欲しいのかね、じゃあ皆さんは。うん、ね。まあだからそのまた、ちょっとね、直子さんみたいなってか、結構みんなに言ってるようなことだけど、やっぱ自分のね、うん、自分を見せてほしいってね、いうとこだもんね。うん、まあももかももかでやっぱ日プでね、いろいろやってきたけど、まあ、あの時よりもっとだろうね、普通にね。 もっとだと思う。うん、そうだね。 卵を割る人と、針を刺す人とか、ももかは針として、針でさ、表現されてたけど、針をプスッと開けて、でもその針はあれなんかな卵に入れたんかな針は。なんかさ、そう、なんか、どこにってなる。でも、卵かなってなるよね。卵って聞いとるから、それまで。そう、プスーって。でも、プスーって通せたから、それを、なんか、刺せたから、通す作業なんで、そしたら布かな布そうだよね。茹で卵やはり通して、通すもおかしいもんね。いや、おかしいもんね。茹で卵 卵だって生卵だとさ、うん、そこから液体もらってきて絶対嫌じゃない嫌だ。いや、別に。いや、<laughs> 別に。何、ま、の、あ、話っけ。<laughs> でもなんか、なんか気持ちのいいものだよね。たぶん刺して、スーって通せるやつだから。うん、なんか、拭くか、じゃあ。布拭くかな。布とか <laughs>、ね。ちゃんとそこをさ、理解しようとするなんなんちら。<laughs> でなんか表現の違があるな、どうって。卵じゃな、殻じゃなくて今度針だったな、みたいな。うん、確かに。<う>昨日、キータさんさ、雑談でさ、なんか殻を破りたいみたいな、なんか雑な話になった時に、針通すうんぬ、みたいな話取ったよね。も桃香の表現。桃香の時に言われた表現使っとってる、うちら。そう,そう。やば,いやばい、すぐ影響されてんじゃん、俺。そう。<laughs> 言っとったよ。ほんマジです刺す、みたいな言って。言っとった。言っとった。<laughs> <laughs> あれもモ,モカ的にもやっぱこういう誰かが受かって誰かが落ちるみたいな状況が本当にすごくトラウマででも泣き出しちゃうんだよねだからちょっと自分の気持ちに蓋をしてしまうみたいなパフォーマンスで自分のことを評価されると思うと怖くてっていういやーすごい、ね、なんかさなんとなく今さ日プの時の桃モ佳モ、まあ、ごめん、ね、正直日プ自体あんま覚えてないんだけど <laughs> 覚えてるような覚えてないような感じなんだけど日プの時にこうやってマイク持ってしゃ話すってさ こんなこと言わないじゃん、絶対。<laughs> こんなパーソナルなこと言わないっていうか、はあ、言う場じゃないから、ああいうとこって。やっぱり。うんうん、そうだね。なんか、ありがとうございました、みたいな。お客さんもいるしさ、<う>パフォーマンスの後だって。うん。とか、もしその、終わった後でマイク持って話すとしても、やっぱなんか、ここまで自分のさ、パフォーマンスに対してのどうこうでそんな語れるような場はないから、その順位発表もそうかな。そこまで話せんと思うから、パフォーマンスに関しては。ね。 だからなんか新鮮な感じもするし今までこういろいろ持ってきたんかなとかさ、うん、なんかいろいろちょっとね桃花に関してはなんか思っ,、うん、っちゃうでも桃花的には今までよりかは感情を乗せることができたからもっと自分の気持ちに素直になってもっと向き合えるように努力していきますって言ってこれからが楽しみだねまたさらにねうん一回課題で初めて出されたんだもんね多分てかみんなそうだよねちゃんんととあななたの課題はこうですっってみんなやっと、うん 提示された感じだから次からだよね。本当のなんか勝負って <laughs> 結構いやー、うん、そうだと思う。うん、そうだね。で続いてあいかさん。あいかさんは本当1時も2時も歌も声も完璧で。でまちゃん、皆さんがね。私も叶えな,な,なって思うくらいすごく、ね、素晴らしい。歌声とスキル持ってるけど、やっぱ全体のスキルが結構まだらなのが気になっててまあ、ダンス歌とのバランスを取らなきゃいけないっていう。そこがやっぱ言われてたね。 アイさんに関して言えば技術がちょっと間に合うかなっていうところなんだよね、多分ね。うんうん、その、そ<う>彼女のパフォーマンスのやりたいこととか、その歌のさ、感じとかは、多分割と文句、チャベンさん的には多分なくて、それもそれで悔しいね。それ自分を見せれないのも悔しいし、しいその技術的な面でちょっと間に合わないって言われるのも結構悔しいね、やっぱね。そうだね。やっぱデビューのメイドみたいなさ、決まってるじゃん、やっぱ最終審査が、ねうん、決まってて、 これぐらいにデビューって決まってたら、逆算するとってことだから、うんうん、なんかでももったいないね。でもスキルのところさ、クリアできてれば、多分あいかさんなんて絶対いいところまで行くと思うから、うんうん、てかね、行くと思ってたし、なんなら。うんうん、あ、わかる分かる。うん、そう、驚いたよね、ねマジで愛さんは。そう、驚いた。うん、この時点でと思ったから、うんうん、いや、本当タイミングもあるね。だから。そうだね、そうだね。うん。だからさ、自分と対話みたいなところはもしかしたらできてたのかもしれないね。やっぱ自分表現されることは多分すごい得意。 な感じするから、そういう場合もあるんだみたいな、スキル面なんだみたいな。ねえ。でもなんか、愛花さんなら逆に、ここでダンスすごい頑張ってやるよりも、もうスタイルが結構あるから、例えばね、その、うん、そこじゃなくてもいいんじゃないかっていう感じ、っていう判断もありそうだよね。うん。ああ、確か歌って踊ってってよりかは、なんか、歌でさ、もうお仕事とかされてたよね、確かね。うん、うん、うん。うん と思ったらなんか歌を極めるっていうのも一つ。だか、ここのオーディションに合わなかっただけで、みたいな。うんうん。そうそうそう,そうだね。うん、私個人的にさ、前も言ったけど、ももから手紙もらって、そう,う、うん、ね、なんか、さーさーって書いたやつ。でも本当感動して喜んでくれて泣いてたじゃん。で、そう、でもさ、桃花がさ、その愛花じゃなくてビンギラって呼んでるのすごい可愛くて。<laughs> ビンギラ呼びいいと思って。確かに。逆にそれが仲いいからこそって感じですごい好きな。 そうだね。確かに、アテナ・ビンギラだもんね。そうそうそう。ね。アイカはでもいいけど、なんか、<laughs> ビンギラーって言ってんだみたいな。<laughs> かわいいみたいな。確か,に確かに。うん。え、すごい一夢じゃん。ね。で、次、アサちゃん。やアサちゃんはね、やっぱ、ちゃんみなさギャル同士ということですごい分かってくれてて、すごい素直なムーンとか、でも、そういうタイプ、アサちゃんみたいなタイプってすごいなくしやすい。自分をなくしやすいとか、やっぱ全てさ、なんかもうわ、うん、なんか分かってくれてるっていうか、 だからもう、アシャシャもすごい泣いちゃって、感動、うん。そうだね。なんかさ、やっぱギャルってさ、やっぱギャルの先輩の言うことしか聞かなそうなイメージあるじゃん。<laughs> <laughs> なんていうのわ <laughs> か,かる、ちょっと。いや、わかる。ギャルなんかそのさ、忠誠心っていうかさ、やっぱその、ね、そう,そうそうそう。るそうあるよね。<laughs> そう。あの、なんか言うこと聞くっていう言い方ちょっとあれだったんだけど、他の方の意見も多分絶対取り入れるんだけど、うん、ギャルから得るものが正義みたいなところもちょっとありそうなんで、ね、<laughs> その納得感があってさ、なんか理解してくれそうじゃん。かるかるギャルの先輩に言われた方が。別に私ギャル社会におったわけじゃないん私でしょ。お <laughs> ったことないがそう。そういうイメージだ。<laughs> 話すがも,もしかしたら偏見かもしれないギャルに対してるさ、<laughs> ごめんね。そういうのに悩まされとったかもしれんねか。ごめんね。そうご,めんごめん、ごめ <laughs> ん。でもそんな感じするよね、<laughs> それ。だから、だからさ、この、この分かってあげられてるギャル会話、うん、<laughs> ちゃんみんなギャルさんからの、あの、なんか、アーシャちゃんをさ、理解してる感が、多分より、アーシャちゃん的にはグッとくんのかな、とか。 なんか尊敬してる人から言われたらやっぱ響くものがギャルはあるって思っとるから勝手に。うん、そうそうそう。そうだね。わかるわかる <laughs> <う>確かに。でもさ、なんか茶飯屋さんが結構いろいろこういう性格でこうだよねとかいろいろ言ってるってやっぱさ結構その自分を少しわかってくれてる人がいるっていうなんか泣きもあるかなと思って、なんとなく。ああ、確かに確かになんかママ以外でね。そう。<laughs> ママ以外で、そう。ママ以外で。<laughs> そう、なんか だってね、見た目でよく言われることがだいたい一生とかさなんかこうまあねなんか偏見愛者ちゃん的にはやっぱ偏見に聞こえるようなこと言われてそれを聞くたびに強がる自分がいるけどっていうことがあるっていうのはねやっぱそういうこと言われてきたんだなっていう、うん、でもそれを気持ちを分かってあげ分かってくれる人がいるんだっていうなんか喜びっていうかねそう言われるでもあるかなって思ったじゃん、うん、ねでまずココアさん まあココアさん表現力ね、ご自身ですごい自信持ってて、チャンミナさん的には正直最初目立ってなかったけど、でもココアさんの中で何か見つけた感じがすごくして、課題はありつつ、次も絶対に見たいと思ったっていう、やっぱ具現化される、うん、みたいなところなのかな。あとあれなんだね、彼女、小5からミュージカルやってて、みたいなさ。うん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 。そう、なんかそういうなんか情報込みで、あんまこう、どういうことか私分かってなかったんだね。そう。うん。 今回そういう三さんの評価もだし彼女がミュージカルやってたとかそういうのも聞けてよかったじゃん確かにそうだねやっぱそういうミュージカル的な結構表現みたいなのがすごい大事なさ曲だったから本能はだから確かにすごいあっとったもんねまそうだよね言われてみたらミュージカル的な要素をあね出るような曲やったねうんうん,うん、うん、そうねで続いてれいさんでれいさんはね歌めちゃくちゃ良かったんだけどダンスがちょっと心配 ご自身もね、レイさん自身も心配だってでもやっぱりまだ時間がかかるなっていうのが正直なところですごく悩んだけど今回はみたいな感じだったんだけどでも本当イちゃんの歌ってほんとめちゃくちゃすごいのって、うん、ほんと歌当褒めててだからうん、うん、レイさんももしかしたらやっぱ歌としてっていう感じで今後もしかしたらそういうねあれになるかもしれないしうん、うん、今後ってすごい楽しみだよね、うんまあ、あとはあれじゃない無理にダンスをしてほしくないから結構ここはね。 キラーワードだっんかもしかしたらそういうさ部分のところ見抜いてたかもしれないねちゃんみさんももしかしたら、うん、彼女はなんかダンスで歌って踊ってやってるっていうよりかはなんか歌でやってる方がイメージできるなっていうあれだったんかなで続いて小春さん小春さんもねダンス歴15年のねめちゃくちゃ実力者なわけだけどやっぱチームのためにみたいなチームを支えなきゃみたいなのがね同時にあったから。 すごいね、なんか自分については大丈夫かなって、ちゃん皆さんも心配、自分のために時間を使えてるのかなって心配してたけど、なんか小春ちゃんがね、ツンと出てきてみたいな、今日は本当にすごかったって、負けん気がね。うんうん。一気にアーティストっぽくなったってことだよね。あと、そのダンサー的な要素から。う,ね、うん。すごいよね。チームを見ながら自分のこともちゃんと表現できてっていうさ、向き合えたってことだもんね。うん、そうだね。あと、やっぱふわふわの髪型似合うね。<laughs> なんか、何回も。<laughs> そうそう そう。わかるわかる。いいよね。そう。で、続いて、さやかさん。いや、俺、さやかさんもすごい好きだったななんか、やっぱ練習の時はね、バダンスもちょっとね、苦戦してたりとか、なんか練習してたことが活かせなかったりとか、自分を表現できないことに対してすごい焦ってたけど、チャビナさん的にもすごいずっとリハから平坦なイメージがあって、さやかちゃんが前に来るタイミング待ってたけど、待ってはこず、待ってはこず、みたいな。で、本番もね、マイクの使い方とかちょっと入ってなかったみたいだけど、 すごいもったいなくて、でもそれを越す狂気を感じたっていう。うんうん、そっか、もうこれ聞くまでさ、なんか、さやかさん大丈夫かなと思ったけど、一気にここでね、なんかプラスのこと言ってくれて、うんうん、なんか私はこういう人間ですっていうのを、なんかさやかさんが見せて、見せに来てくれたみたいな。うん、そうだね。でも一方で、その狂気的なのを表現しやすい曲だったのも、私は個人的には本能は比較的出しやすいかなって思うね。自分をうん,うん,、うん。 なんとなく、その曲が持つ力もめちゃくちゃでかいし。そうだね。その、それをしかも出しやすいと思うね。他の曲に比べて。そう。うんうん、だから、そういう意味でもなんか良かったような気もしてて、だから割と可愛いポップソングがやるかわからんけど、まあもうちょっとポップスっぽい感じの曲になった時に自分を出せるかっていうところは結構なんか期待というか、次どう見せてくるんだろうって思うわ。 今回の曲は狂気っていう感じはすごい私も分かるしすごいいいと思ったけどなんか見せにくい曲ちょっと見せにくい曲来たらどういう感じになるんかなってって,かってかこのチーム全部そう思う私そもそもう、うん、そうだねね違ったジャンルやった時にってとこだねやっぱそこそこがまた課題っていうか、うん、ねその注目だよねうんで続いてまひなさんまあまあ、ひなさんはねちょっともう最後もあれだからあれなんだけどね残念ながら 今回はって感じだったけど、3.5次審査を受けれることになったから、やっぱラップみたいなとこラップが上手っていうのをなんか見込まれてる。うん、しかもチャミナさんと社長二人からね、うん。そうだね。ラップのところで言ったらさ、まあもちろん次回国でもね、あったけど、まあ絶対良さそうじゃん。<laughs> なんか良さそうって思ったよね、うんうん、あれで。うん。だから、チャミナさん的には歌は、歌はまあ、歌もいいけど、ラップで言ってほしいって感じなんかな。ラップで審査通すってそういうことだよね、でも。 ああ、でもそういうことになるね。うん。あ、通すか分からんか。ラップで審査するってでも、ラップでやって、ラップが良ければ、ずっとラップになるってことなんかね。うん。あ,ーまああ、ま、ある程度歌もやるだろうけど、結構ラップをちょっと伸ばしたいみたいな感じなんかね。うん。ああ、そっかそっか。まあ別に、チャーミンさん曰く、どっちをやっても、相乗効果で良くなるって言ってるからね。うん、ああ、そうだね。うん。うんうんうん。でも、向いてる声ってことだもん、ね、ラップにね。 だから逆にあれだよね。そっちのさ、印象強いから普通の時の審査ちょっと忘れとったよね、なんていうの。<laughs> そう,そう,そうどういう感じだっけみたいな。そう。<laughs> そうそうそう。でももうちょっと時間かけてほしいな、みたいな。もうちょっと時間かかるかな、みたいなさ。なんかそういう感じだったけど。うん、まあだから追いつければめちゃくちゃ全然今後も有力感じだよね。そうだね。えー、なんか、どう、伸び、めっちゃ伸びるんかね、やっぱね。 今後、うん。補欠じゃないけど3.5自身さみたいな感じで、ちょっと人と違うルート来た人ってすごいなんか最後まで行ったりするイメージもあったりするからか、うん、あるあるある。ある,あるね。シンデレラストーリーというかなんていうのなんかストーリー出来上がっとる感じね。かかそう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 。うん。で以上ね、今回は C チーム、D チームについて話してたんだけど、いやー、この二チームもいろドラマがあったね。ねー結構ドラマ界やったね。<laughs> やっぱり。うん。いや、そう。やっぱ一人一人すごいね。やっぱりみんないろいろ。 ね、ストーリーがあって個性もあって、うん、面白い面白いよあとやっぱなんかさっきも言ったけどみんなやっと課題がね分かった状態になってきたから、うん、うちらもそれで整理してその次だよねだからね楽しみなんがそう、うん、次だから一人一人課題をね頭に入れながらステージ見ることができるからねうんうんまだからさ「物うのがらの次の感想が楽しみだよねそうだね <music>